おはようございます。今日はある発表をしたく、私長島、お店をオープンします。イエーイ。何のお店かと言いますとですね、日本各地の美味しいフルーツを使ったものを販売するお店、長島果実店と言います。7月22日から始まるお台場、このフジテレビでの夏のイベント、お台場冒険王で初出店することになりました。で、今回は夏っていうこともあって、果実感たっぷりなジェラートをキッチンカーで販売いたします。で、これがね、その公式ユニフォームなんです。出来たてほやほや、ちょっと今日は着てきました。長島果実店で、これも刺繍されてるんですよ。シールとかじゃなくて刺繍していただきました。で、まあやっぱりフルーツ感がある、ちょっと柑橘系の色のこのキャップ、これが公式ユニフォームになります。なので、フルーツキッチンカーで皆さんにお渡しする際、アルバイトの方もこのユニフォームを着て皆さんをお待ちしていると思います。で、今回このエプロンとかキャップもそうなんですけど、このキッチンカーも一から私デザインさせていただきまして、お見せしますね。図面ができたのでこんな感じです。じゃじゃーん。どうですか。もう一目見て、あ、フルーツの何かキッチンカーなのかなって分かるようなデザインを意識しました。はい、まずもうこうオレンジを基調としていて、で、タイヤの部分は輪切りにしたこの、柑橘類をデザインしてます。で、少しこの部分にも緑なんかがあしらわれていて、この看板にもちょっと緑がついてるんですけど、で、もうフルーツがもう溢れ出そうなキッチンカーっていうコンセプトで、このいろいろな部分にフルーツを感じられる演出になっています。はい、こんな感じ。これデザインしました。もちろんデザイナーの方も入ってくださってるので、私のイメージを伝えてそれをこう形にしてくださったんですけど、はいね、でもフルーツ感たっぷりありますよね。このお店の名前もすごく迷って、直球でもう長島果実店と、もうド直球でストレートで行かせていただきました。はい、とにかく日本の国産フルーツっていうのにもこだわっていたので、果実っていうのは入れたいなと思って、で、まあ長島がやってるお店っていうことでこんなお店です。これちょうど場所はフジテレビの3階にあたるんですけど、ゆりかもめでいうと台場駅からもうそのまま降りたらすぐのところ、結構目立つところにはあるかなと思います。はい、こんな感じです。日本のフルーツってものすごく美味しくて、もう私大好きなんですね。で、そのフルーツ、こんなにも美味しいフルーツが毎シーズンでいろんな品種も出てきてたくさんあるのに、やっぱり日本人のフルーツの、摂取量といいますか消費量が年々下がってきてしまっているっていう実情もあり、それを少しでも変えたくて、はい、何かアクションを起こせないかなっていう思いで今回はお店を開くことになりました。もう夏のイベント、とにかくお台場暑いので、このひんやりしたジェラートはぴったりだと思います。で、果実感たっぷりっていうのがポイントで、本当に私も何度か試作してスタッフみんなで食べたんですけど、確かに果実感がとにかくすごいんです。はい、これは期待してもらえたら嬉しいなと思います。健康にも美容にも嬉しいフルーツを通して皆さんにとびっきりの笑顔を届けられるように、
長島果実店みんなで頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。私も時々店頭に立つ予定です。ぜひお待ちしております。暑いので皆さん気をつけましょう。ということで今日は長島果実店お店のご報告でした。ありがとうございました。ではお待ちしております。以上 from 長島でした。